はい、おはようございます。おはようございます。抽選はもう始まっております。はい、はい、コンパス抽選、前日までに予約をしておいたこのコンパス抽選をやります。71名様やったっけ、71名様中カバこれダメなんですよ。59番でした。この音5分56秒やった、認証期限まで。なんか認証できない。できる、できる、できるはず。どうしたの。あ、よかった、行けた。絆行きたかった。絆か番長行きたかったです、なぜなら絆が一昨日か昨日かくらいに増大したからです。うん、まあのんびりとだね。うん、あでも窓通行けんじゃないかな。窓通行番長行けるかな、番長。まあでもな、この前な、全然、全然飽き台やった。朝一は嫌いやったんか。アルドノラゼロとかもな、小ゼロ子やったし。店員さんがスタンバってる。ほんまや。店員さんがスタンバってるけど誰も車から出てこない。ほんまやな、誰も出てきゃあれ。ほんまやな、みんな車に貼るで。ほんまやな。あ、でも、ちらほら、いはるで。ちらほら。ちらほら車から出てきた。あ、ちらほら。あれ、練り合わせすぎじゃないの。ほんまや。今日もお願いしますよ。おはようございます。おはようございます。今日も番号はいいですか。番号59番の方です。何にも取りやしないよ。あ、でもいけるかもしれない。番号良かったですか。いや、半分ちょい割るぐらいで、それでも半分ぐらいになってますね。そう今日も頼めますよ。え、これだかすか。頼んでくださいよ。お願いします。あ、ジョージさん、俺髪切った。お前や、短いな。髪切った、ジョージさんや。おはようございます。短い、髪の毛短い。あ、いいですね、さっぱりして。関東にお帰りよ。何番でした。え、50何やったっけ。そんな59。今確定した。あ、ほら31番になった。よし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 。31番や。お、いけるんじゃないか。窓通ぐらいだったら。確かに。まもなく時間となりますので番号の確認をさせていただきます。何番ですか。10番。あ、よかったな。こっちやんや。カスカベちゃん、何番だっけ。カスカベちゃん、みんな前におる。そりゃそうだろ。77なの、71なんだな。71なの、59なの、みんな前にいるよ。あー、やってると思ったんだけどな、抽選操作。あ全然やってなかった。やってないよ。やってなかった。現実は、やれよ、現実は厳しいんだよ。やれよじゃないよ。サミやれよ。めっちゃ後ろ、31番やったけど、めっちゃ後ろやなあ。何の後ろ。抽選は71名様です。頑張ろう。30番お持ちのお客さん。30何番ですか。31です。1、はい、今日 LINE 何来てた。ね、バジリスク絆つ増大。あ、バジリスク絆つかな。ニュートキオ、ニュートキオ
と、うん、ワンワンパラダイス、うん、入れ替え。あ、いいじゃん。そうなの。羽物でしょ。うん、ミュートキオ羽物タイプって書いてる。ミュートキオ行こうや。なんなの、ミュートキオって。何、羽物。羽物時をシリーズ、時をシリーズ。そうだよ、コメカス君の。コメカス君がやるやつやん。そうだよ。何にも知らんで。え、釘は、あ、雰囲気が良ければ結構安定して出るってやつ。何も知らんで。うん、いいじゃん、触ってみ、触ってみてもいいかもしれない。雰囲気が良ければ星でもできるん。何でもできる、できる、できる、うん、なんか難しいイメージ、コメカスこんなイメージがあるからかな。うん、もう星でもできるな、うん、できるよ、できる。種もみたい。確かに、ちょっと気になる。うん、あ、いいな。おはようございます。あ、開いてんじゃん。他は行こうは。メニューを選択してください。やろうや、やろうや。はい、本日私窓2が取れました。あ、わしは31番目の入場で窓2が取れました。はい、あ、よいしょと、ちゃんと横に刺してやるで。わしはほんで窓2なんですけれども、ほんまの本気のラス位置でした。ちょっとな、やっぱりな、番長3とな、もう窓2、まあ、絆はな増大して、もちろん増大増えたと言ってもやっぱり一番人気はね。あ、あれやんの忘れた。いいの、いいの。バーバー喋って忘れちゃったよ。あ、1、2、3やん。チャンス目 A を引きました。121ゲーム。うま、決まったよ。で、ハンデ、これからの展開が楽しみだね。これはいけるやつやな。28ゲーム、チャンス目 A で紫7でございます。はい、ありがとう。おっしゃ、軽い軽い。ほんでちょっともう続々と皆さんラッシュに入ってはります。ほんまにちょっと窓2あるかもしれんで。クッピーでした。はい、128ゲーム、総投資4000円で初めてのボーナスを引いたんですけれども、キュッピーでした。うん、でもちょっと周りもいいしな。128ゲームって軽いし、今のところとても良いです。あんな右隣の方な、めっちゃ必要やねん。あれ、上位のチャンス音あるやん、キューベチャレンジ、あれ引いてな。ほんでな、裏マギカチャレンジみたいな、なんかあのサイコロのやつよ、行って。あー、わしもあんな風に暮らしたいね。全然かわ、結果まだ始まったばっかやから、みんな元気かな。カスカベちゃんは番長におるのを見た。ジョージさんは絆、あ、そっか、早かったんや。はぁ、頼むよ。塗りわさちゃんは、あ、塗りわさちゃんは、
窓通みんな攻めてる。やれるぞ。誰かなんかやれるやろ。引き分けだね。よっしゃ。よっしゃ。本日2回目の魔女の結界も京子ちゃんです。改めて聞くけど、63ゲーム、本日初ラッシュでございます。投資は変わらず1万円のままです。やったー、ありがとう。いい？いいな。ジャッチリで10いただきました。ありがとう。あ、さよかちゃん、ありがとう。ボーナスやな。あれだよ、あれ。あら、カナメさんも気づいていたのね。私はとっくに知ってたぜ。やっぱり、マドカはすごいわ。次回、ボーナス確定。ありがとう。ようやってくれはったわ。消すべです。マギカラッシュ、スタートだ。はいはい。いや、反逆でしょ、あれ。内角はあるよ。見てたからさ、ね、へい鏡に終わってから。あそこあると思うよ。なんか他まだ空き台があるからね。ハーデスとかも空いてるんだよ。ハーデスも空いてるの。最新台。なんか奇襲一っぽい感じもするんだけどね。窓通が奥に松尾さん。で反逆が内角。内角。で
番町3が内角、うん、反逆誰か回してくれないかな俺あそこちょっと打ちたい気持ちあるけどさ、さすがにちょっと前傾の雰囲気が出てきてるからさ、あ誰か座るよ、うん、じゃあ、うんうんうん、ありそうだよね、うん、反逆か、わかんないけどね、今動いてるところは良さそう。違う、打ち角じゃないよ、ここ松見さん、え、これだって一番いい台じゃないからね、こちらも一番いい台ではない、ではない、打ち角が一番いい、あれこれ反逆じゃないの、やっぱり打ち角もいいでしょ、角には角にはでもちょっと弱い、でもすごい弱くないな、全部ラッシュ入ってるもんな、反逆だよ、この3台だけだもん動いて、あと2台動いてないから、チャンスや、反逆だろこれ、ありがとうございました、戻ってあいつたら打とうかな、移動してきました。理由は今日ちょっと反逆が全力警察かもしれへんからです。移動してきました。ほんでちょっとね、今も反逆の内角を打ってはる方にお話を聞いても、もう半分以上があのチャンス、あれ赤のやつ、ソウルジェム赤のがおるやつやから言うて、とても小ゼロクです。記憶の173ゲーム、記憶の回廊です。
がとう。ありがとう。行くで。通常時からのボーナスを5回引いて全部青ああそうか、あそうか、確かにね、チャンスモードが弱かったよね。確かに隣は良かったけどね。隣は良かった、めっちゃ良かった。お隣さん奇襲値とかなのかな。だってお隣さんな、あんな流す時にな、すごいやってて騒がしい感じの、なんかすごい、あすごいですね言うてジェスチャーしてて横でな、ほんじゃらなお隣さんがな、いやーとか言って6だと思いますですよねって言っていただいたよ。6だと思います。まああれは6だと思います。そうですね、うん、にしてもすごいけどな、8000枚くらい出てない、そんな出てた。だって万枚のあれやったもん、グラフが。あ、そう、うん、普通5000枚やんか、あれがさ、うん、ま、1万枚のあれに行ったと思う。うまかったよな、隣の人。うまいし、設定も、もう6だと思います、うん、いや、反逆、結構難しいよ、出すの。そうやろ、あれ全然6あるからね、これ、うん、こんな、うん、もう、え、全然だってあれやで、天国ってやつ行ってないで、1回だけやで。あ、そう、じゃあ2か98って書いてるやろ、うん、これも分からんわ、私、ゲーム数だけで持ってるけど別にあそこから行ったわけじゃないかもしれん。うん、じゃあ何が良かったかっつったら直撃引いた、直撃を前任者さんと合わせて5回引いた点、うん、あれだけやで、だから。そっか、じゃあないか。じゃあ結果は、結果が投資24,000円、回収1171、うん、枚です。わからなかった。奇数1もしくはサラダン。うん。全の可能性があるとすればね、動いてないから、動いてる1台が6っぽい。いやでも全をしごろって言うんやったら、うん、しごろ、いやしごろは全って言わないですよでも言ってる人おるやんか。いや言ってる人おるし、まあうちも言ったりするけど、うん、みんなが、うん、この店で全系っつったらしごろだなっていうふうに分かってる店だったら全系って使うけどこの店はもう全系っつったらさ全6全56っていう認識じゃん、うん、お客さんたちも、うんうんうん、だから全仕頃は全系ではないんじゃない、うん、この店では。じゃあ反逆とか違うと言ったらあかんってこと、うん、まあ全頃だったら可能性はあるけど、うん、うん、ただ 5なんて分かんないからね。5の特徴って何なん、え、なんとなくいいって感じなんとなくいい、うん、パンチやったら絶頂とかあるけどな、うん、反逆は川です。
サラ、あ、じゃあサラワンか。サラワン。わからんよ、だってな、そんな、そんな何でも言えるやんか、うん、前任者さんがさ、あそこをなんか5台とか6台とかある中でピンポイントで6だけ座れたかっていうと、結構そこは難しいところあると思うんだよ。なあなあ、そうだから前傾 の中で動いた1台がそうだったっていうふうに考えた方がいいのか、うん、分かんないね。じゃあ次回も同じ感じで狙うしかないんかね。そうだね、前傾が、前傾狙いからまずやって、もしそれが見当たらん、分からんってなったら機種位置とか単品とか狙いで。そうだね、あとはまあな、まあ、過去にも角台とかさ、いろいろあったから、末尾とかあったから、その辺をいろいろと考えて座る。